上田市には現在300を超える指定文化財がございます。面積とか人口がですね、同じ程度の他の市に比べましても、上田市には大変多くの文化財が残っております。本日の文化財で文化祭は、その文化財を多くの方々に知っていただくことで、その大切さを感じていただき、未来に伝えていくために、平成27年度から始めまして、今回で8回目を迎えます。私ども文化財行政を預かるものといたしましては、地元にある文化財をどのように活用し、いかに多くの方に親しんでいただけるかということが大切であると考えています。さて、今回の会場としてお借りしましたこの妙慶寺さんですが、上田市の大切な、そして貴重な文化財でございます。本日皆様方には大橋さんの演奏をお聴きいただきながら、文化財をさらに興味を持って接していただけるよう重ねてお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、主催者としてのご挨拶とおらせていただきます。今日は文化財で文化祭ということでございまして、この妙顕寺のですね、この皆さんの正面にあります、正面の天井にあります亡き龍、これが文化財に当たっております。でこの文化財に、制定されましたのが平成元年、まだ、上田市が竹志村と合併する前の話ですので、竹志村の時代なんですけれども、平成元年に、村の文化財として認定をいただきました。上下2頭の龍が描かれております。で、この妙顕寺というお寺自体の歴史はおよそ800年ほどございますが、この地妙顕寺がこう点々とこの竹市の中で動いているんですけれども、この地に来てからおよそ400年近く経っております。でこの400年の前にですね、この本堂大改修の折にこの亡き龍が組み込まれたと伝わっております。でこの下で、柏で手を打っていただくと、まか不思議な龍の声を聞くことができると言われておるのが、この亡き龍というものでございます。亡き龍と一般的に言いますと、皆さんはよく日光の亡き龍なんていうことで耳にされたこともあるかと思うんですが、日本には4つ亡き龍があったとその昔は言われておりました。それが日本四方亡き龍と言われたものでございまして、まず1つ目は今の東にあたりますが日光の亡き龍、それから京都に聖国寺さんというお寺さんがあります。これが西にあたります西の亡き龍、それから北がですね、青森の龍泉寺さんというお寺さんがございます。残念ながらこの龍泉寺さん火事で焼失をしてしまいましたので現在はないんですけれども、それから南にあたりますこの妙顕寺の亡き龍、これが日本の四方亡き龍と言われて、江戸時代の後期あたりには亡き龍港という港、いわゆるパック旅行ですね、今でいうそのパック旅行といいますか、お伊勢参りと一緒でございますけれども、この4つの亡き龍を回ると極楽浄土に行かれると、そんなことを信じられてこのお寺を回られる、そんな皆さんが大勢いらっしゃったと、そんなことが伝わるわけでございます。ですので今日ここに皆さんが目にしていただいているこの龍の絵、およそ400年ほど前の絵でございます。幸いにもこの本堂一度も火災にはあっておりませんので、その当時の色、それから様子が伺い知れるかと思います。ぜひともですね、中で、順番に手を叩いていただいて龍の声を聞いてお帰りをいただければありがたいな、そんなふうに思うわけでございます。皆さんこんにちは。今日は、たくさんお集まりいただいてありがとうございます。こうやって神妙な場所で演奏させていただく機会ではなかなかないんですけれども、実は私今年で翻訳なんですけれども、その厄年の一番こう中心になる年にいろんなお寺で演奏させていただいたことが経験になりまして、何かこの妙顕寺さんのことでもこの龍に、この上からは龍に見られながら後ろからは光っておりますけれども、この座ってらっしゃる方も見えるかと思いますけれども、とても、いろんなところから見られている感じがして緊張しますけれど、でもこの場所で聞こえる音と、なるべくその周りで聞いてくださっている方との音の差がないように、ちょっと音の取り方もちょっと工夫しまして、
それでなるべく楽しんでいただければなと思っております。短い時間ではありますけれども、どうぞよろしくお願いします。